大館南インターチェンジは、秋田県大館しねげこ新町にある、秋田自動車道及び、国道103号大館南バイパスのインターチェンジで、ある。大館しねげこ新町にある、秋田自動車道のインターチェンジで、無料区間のため料金所設備はない。に、伊田真ん中 IC 方向への延伸部分が2011年12月17日から、供用開始し、 下り方面の供用開始から13年かけて完成した。大立西道路は当初の計画では東 IC が起点だったため、大立南バイパスへトランペット型で接続していた。その後、2003年度に起点が似た真ん中 IC に変更されて、大立西道路側もトランペット型に変更したため、トランペット型の構造を2つ接続したジャンクションの構造になった。なお、 秋田自動車道から市街地との流出入には大館南バイパスの各ランプを経由する必要がある。わかりやすくなったかな大館南 IC 補助標識を設置利用者、行政から要望。北自下新聞 PQ 利用者から4件と行政としての北秋田市から設置を要望された。平成22年度交通センサス。 秋田県建設部道路課大館西道路の2、伊田真ん中 IC 大館南 IC 間が平成23年12月17日に開通。国土交通省東北地方整備局の城、国道化線事務所。ありがとうございます。